行止め情報が出てますね。故障車のため通行止め、飛騨清見から白川郷。今日はあの下道で峠を越えていくので、まあ、高速は使わないんでね、ここは大丈夫ですね。ただやっぱあそこはああいうトンネルとか単線なんで、故障車とかねあったりして止まっちゃうとやっぱり通行止めになっちゃうんですよね。早く4車線になるとねいいんですけど、まだせめてね故障車ありぐらいになるんだろうけど、どうしても止まっちゃうんですよね。トラックとかだと、もうトラックバスとかだとねもう絶対無理なんで。4トンとかだったらね、トンネルの中だから待避所にたまにこう入ればギリギリね横通り抜けていけたりできるんですけど、トラックとかもさすがにあれが大型とかトレーラーになっちゃうと、もうあのスペースではなかなかね収まらないんで、そうするとはみ出ちゃうと、もうやっぱ通るのにね通れなくて通行止めになっちゃったりもしちゃうかもしれないですね。まあ、どういう状況かわかんないですけど、とりあえず今は通行止めみたいですね。明るい表現なあれ。まぶしい。今日の峠はとりあえずは雨っぽいですね。まあ、雪はよっぽどないと思います。今ここの温度計も4度なんで、今日は全然大丈夫じゃないでしょうか。とりあえず今からあの峠へ登っていきたいと思います。なんかすごい途中で止まってる車がおるな。
ですね。とりあえずちょっと休憩も終わったので走っていきたいと思います。がなんかビニールが貼ってあったりで、なんなんやろあんなの車。
前の車で今さっき出てきたんですけど、ミラーが畳んだままですけど、どうやって確認したんですかね。ね、たまにいますよね、あえて畳んだままの車。絶対見てないですよね。ね。はい。とりあえず荷物も下ろし終わって、もう朝を迎えております。あ、ちょっと。カーテン開けたらちょっと雪がパラパラっとしてますね。今ちょっとコンビニの駐車場いるんですけど、とりあえずコンビニへちょっと買い物だけ行って、それからスタートしていきたいと思います。スタート出発していきたいと思います。うわー、なんか寒そうだな外は。じゃあちょっと出発したいと思います。感じですけど、どうなんだろう、徐々には晴れてくるのかな。ちょっと積み込みの時には降らないでほしいですね。なんか河津桜が咲いてますね。綺麗ですね。はい、ということでとりあえず荷物は積み上がってますね。いやー順調ですね。とりあえずあの積み込みの時も雨降らなくて、あの何て言うんですか、車を移動させずにそのまま積めたのでめっちゃ良かったですね。とりあえずどこかでまたご飯食いながらもちもちと走っていきたいと思います。
前の山の辺雪降っとるんじゃねえかってぐらいなんか白くなってますけど、あれ大丈夫か。まさかと思うけど雪とか降っとらんでしょうね。さすがに今日はもう雪ないっしょ。もういい加減雪も終わりにしてほしいですよね。あれ絶対雪降っとるねあれ。まあ積もってはないと思いますけどね。なんかちょっと雪がまたチラチラとしてきましたね。まさか前みたいにまた積もってないよね。やめてほしいよね。もじゃあちょっと休憩します。
しゃー、じゃあちょっと休憩も終わったので走っていきたいと思いますね。暖かくなった頃はこの辺の雪もだいぶ溶けてくるんじゃないでしょうかね。まあいよいよ雪も終わり、そんな感じじゃないでしょうか。僕らの怖い季節もやっとで終われるかな。まあ冬はやっぱ一番ね怖いですからね。まあなんとか今年も無事にね、車をぶつけることもなく冬が越せたので良かったんじゃないでしょうか。まあ、多分もうフラン体で話してますわまだ分かんないですけどね。車間でずっとついてきてますもんね。あ、恐ろしい限りですわ。急いどるんか知らんけど、まあ単線やでしゃあないですよね。もうちょい先で2車線になるんで、そこでどうぞぶち抜いていってくださいって感じなんですけど、それまでは離れとってほしいですよね。まあ絶対僕はもし急ブレーキしたら絶対止まれないですよ。
ぱなし。やべえな。マジかよ。案内でやっぱトラックがとかなんとかって言われるんすよ。しかしですね、さっきのああいうトラックですね、まだやっぱああいう感じで走ってる人が、まあ、いるからいろんなところでねやっぱ言われるようになっちゃうんですけど、まあでも一応、まあ、いろんな人の考え方があるとは思うんですけど、まあ乗ってるやっぱ運転手の人が問題であって、まあ、よくあの、なんていうんですか、モザイクとかでそういうのかけなくていいとかって意見とかもあると思うんですけど、まあそこにはいろいろな考え方がありますからね。まあ運転手の人がそうやって運転してるだけで、そこの会社には会社はちゃんと指導してたりするっていう可能性もあるしね、まあ、そういうのは分かんないんで、とりあえずはモザイクの処理はしますけど、でもまあ気持ちいい運転ではないですよね、ああいう運転をしとるっていうのはね。まあ、正直さっきので僕はもし前で何かがあってフルブレーキしたら絶対に止まれないと思うんで、多分突っ込むと思うんですよ。まあ、なのでやっぱね、そういうなんていうんですかね、やっぱ露骨に危ない運転はやっぱするべきではないと思う。昔からそうやって走ってる運転手さんなのかわかんないんですけど、まあ昔からのドライバーの人ならばなおさらもうそういう時代ではないことは多分感じてるとは思うので、ね、やっぱ時代に合った走りをした方がいいと思うし、まあそれこそ今乗ったばっかでああいう運転をしてるのならば、まあああいう運転はしない方がいいよって、トラックで危ないよって話ですよね。まあいろんな、まあ、ね、同業者なんてあまりあれですけど、まあ、なおさら、あまり変な運転はしない方がいいかなとは思いますけどね。あまりこうなんかね、ああいう晒すみたいな感じの動画はあの好きじゃないのであれですけど、まあ、一応なんちゅうの注意喚起というか、まあ、ちょっと、まあ、こういうね、やっぱトラック乗っててもこういう運転をする人も中にはいるっていう、ただこれ全員が全員とんでね、これトラックがみんな悪いってわけじゃないですよ。トラックでめちゃくちゃね、やっぱ優しい運転をする人もいるし、周りに気を使って走ってくれる人もいるし、そういう人たちは本当多いんですけど、やっぱ中にはごく一部でああいう感じで走る人も、まあ、いるのは現実っていうのがこういうことですよね。まあ、そういうのが表立ってこうね、こうよく動画とかで晒されてるんだと思うんですけど、ショート動画とかね、ああいう X とかでもそうですけど、なんかそういうの結構晒されてるじゃないですか。まあ、やっぱりそういう中で一つそういうことがあると、やっぱね、実際なんていうんですかね、僕がもうありえぐらいトロ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 走ってたってなら、なんかイライラしてそうだったのかなっていうのもわかるけど、まあ、至ってあの僕は普通のスピードで走ってるので、まあ、正直あれで
煽られる意味もわからんし、まあなんかおっせえなと思ってイラついとったでもうウインカーもたかずに入ってきたのかわかんないですけど、もうそもそもウインカーはたこうぜって話だし、まあ、あのもうウインカーとかたかない時点でやっぱりもうその運転手の、まあ、普段からそんな感じなのかなっていうのは思っちゃいますけどね。トラック乗っててなんかああいう運転をしてるのまあなんていうのもう急いどるとかなんとかってそういう時代じゃないですからね。そういうのが通る時代でもないし、まあ考えた方がいいですよね。乗用車でもなんか乗用車がとかってやっぱいうトラックの運転手さんとかもいると思うんですけど、まあ本当にね どの車にしても全部一緒なんですよ。トラックでもそれし、トラックでもやっぱああいう運転してる人もいるし、全然、まあ、乗用車の人でもたまにねやっぱなんかうーんって思う運転の人でもいるし、それはやっぱいろんな人がいるんですよやっぱりね。だから何々が悪いとかそういうんじゃなしに、そのやっぱ変な運転してる人が悪いですよ。じゃあ、やっぱ結局ね、ああでないこうでないってお互いに言ってても、結局はその中にやっぱごく一部でああいう人がいるっていうのを分かってやっぱ運転するしかないなって感じなんですよね。結局いるんすよ。やっぱでなくそうと思ってもやっぱねああいう人ってなかなかそれも聞かないしね。あでね、こうでね、言いますから ね大体多分、なんかそういう運転するなって言っても、あれはあいつがどうやこうやとかそういうことを言うんで大体そういう感じじゃないですか、多分ね。だから、もうああいう運転する人がいるって思って、ああ後ろついたなって言って、もうあえて抜かしていける場所に行ったらもうすっとね、はいどうぞ抜かしてってくださいっていう、わざとねこっちも意地汚くなんかこう抜かそうとしとるとこをこう一緒にスピード上げたりさ、そういうこともしずに、もうああ行ってください行ってくださいって行かした方がもう危なくないんで、もうなんか今まで後ろ散々疲れたからね、こうちょっと意地悪して抜かせんようにしてやろうみたいな、もうそういうことすると余計になんかねもうひどくなるんで、まあああいう人にもし出会ったりとしたら、まあなんかこう生かしてあげるってことで生かしてあげて、まあなんかね自分が避けて止まったりするのはなんか車検に触ると思ったら、もうとりあえずなんかもう抜けってやってやるとか、もう右かつけて抜かせるとか、まあこういう場所ならねもう勝手に抜かしてくれろうし、2車線あったりすれば。とりあえず何ていうんですかね、まあ、勝手に行ってもらうのが一番です。あいつに何言っても無駄なんで。で僕はなんかそういう思いがあります。僕はね高速を越えて乗っかってなんか50キロとか。なんかそんなんで走ってたって言ったらなんかね、なんでこのトラックっつってもなんかイライラするのもわかるんですけど、至って普通のスピードなんで、あれでやっぱりなんか煽っては煽るっていうかね、あんなベタ付けしとってはダメですよ。まあそんな感じで気をつけていきましょう。なんでしょう。綺麗なトラックやね。